C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。本日はですね、この渋いリーゼントをですね、バシッと決めてみたいと思います。床屋時代を思い出して、コームで毛先をカットしています。実は前回丸アイロンでアイパーマをかけておりまして、8ミリの元巻きのアイロンでしっかりかけてますね。パンチパーマではないんですけども、まあ、ほぼそれに近いような感じでしっかりとかかったパーマの毛先を整えてるっていう感じです。実はですね、昨年2018年の8月号から11月号のメンズプレッピーに特集されているんですけども、パーマ集中講座の講師を務めさせてもらって、その時に紹介しているアイロンパーマですね、ぜひご覧になってください。仕上がりがリーゼントになるので、今ブロッキングで留めたですね、前髪の角の部分、ここは非常に大切なところなので保護します。そして下からかなり短いバリカンでフェードをしていくんですけれども、下からバリカンを入れてカットするのではなくて、まずシルエットを整えます。要するに下からバリカンを入れて最後につなげるんではなくて、最初にトップへのつながりですね、そこをハサミでカットして、そこを終点としてバリカンを入れていくっていう感じですね。鏡を見て角を取って、鏡を見て角を取っての繰り返しですね。これはですね、感覚も大切なんですけども、いやですね、鏡を見てシルエットを確認して、またカットして確認しての、繰り返しになります。なぜこういう切り方をしているかというとですね、上までパーンとこうバリカンで取ってしまえばもちろんその方が早いんですが、次回にまたそのサイドの立っている部分にアイパーマをかけたいので、そこの長さをですね多少残したい。だから今回は、自分でスタイリングで少しここは抑えるので長さをキープという形ですね。ベースカット、バリカンの部分以外は終了していますので、毛先をぼかすためにセニングを入れています。35% のセニングですね。毛先の、あくまでも先ほど切って整った部分を柔らかくぼかす程度のセニングの入れ方です。
ここでやっとバリカンのスタートになります。ウォールの短い方から2番目のアタッチメントをつけて、先ほど取った刈り上げの接合部というかですね、そこの部分に向かって下からつなげていく、要するにもう切ってあるところにつなげていく感じですね。ちなみに前回のカットからは3週間です。アタッチメントを外しまして、一番長い状態で先ほどのアタッチメントのある状態の真ん中の部分ぐらいまでを入れていきます。画面ではちょっと分かりづらいんですけれども、一番長い状態で入れて、下の方は一番短い状態にレバーを動かして、でさらに短くしてるっていう感じですね。そしてさらに生え際の部分はトリマーで薄くしていきます。
トリマーの部分と元々のウォール入れた部分を、まあ、ウォールの短いところで、まあ、ぼかしていくという作業をします。これでバリカンの方は終了になりまして、まあ、見た目でボケていないところをセニングで整えていく。要するにですね、まあ、ボケていないところ全部バリカンでできればいいんですけど、なかなかそうもいかないので、まあ、ボケづらいところですね。そういったところを、まあ、手作業でぼかしていくという作業に入ります。
こでカットが終了となります。なかなかね、毎回ちょっと手こずる方なんですけれども、白髪で見えづらいというのもあるし、まあ、自分の技術もまだまだうまくできてないところもあるんですけども、まあ、もうちょっとね、こう後から見ると、まあ、ぼかしの部分でバリカンを使ったりとかすると早くできるかもしれません。次回またこのお客様が来たら動画で撮ってチャレンジしていきたいと思います。というわけで、仕上がりは非常にいいんですけれども、まあ、時短っていう面で言うと、もう少し改善の余地があるという動画でした。この動画、良いと思ったらグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。